はい皆さんこんにちはレク歴史に詳しの赤木です、えー、それでは入門講座の民法の第一回始めていきたいと思いますえっ、ー、と春からですねえー、司法試験の勉強それから司法試験以外のね国家公務員等の勉強を始める方どうぞ一年間よろしくお願いしたいと思いますで、えー、今日はですねあのもう早速民法の中身に、ね、入っていくというところであのお手元にありますセブンサミットの第六版ですね、えー、これをまあ使っていくということとあとですねお手元にあの私のあの追加レジュメですねこちらの方ありますでしょうかこれもね使っていきますのでまあ両方ですね。 あのお手元においてあの進めていただければというふうに思っておりますはい、えー、それから私の講座ではね、えー、結構条文見ることが多いと思いますので、えー、条文六本もね、えー、まだ持ってないという方できるだけ早くね入手するようにはしていてくださいで、えー、もう六本どれでも結構ですのであの自分が使いやすいというふうに思う六本をね、えー、できるだけ早く入手していただければなというふうに思いますはい、えー、早速ですねちょっとね、えー、開始15分ほどはですね私の講座の進め方いうのをねちょっとお話ししておこうかなというふうに思いますでえーとまああの全体構造編聞いた方はね、えー、なんか また重複だということになるかもしれませんけれども、えー、レジュメに沿ってちょっと、ね、お話をしていきたいと思います。早速ですね、ちょっとレジュメの1ページ、えー、開いていただけますでしょうか。<laughs> はいえー、レジュメの1ページで、えー、と私の講座の中では、ねえー、何ページのどこそこに何々チェックという,ふうな感じで、えー、いろいろとチェックを、ね、していただくことが多くありますで、えー、とマーカーとしては一応5種類ですね用意していただければなという,ふうに思っているんですけれども、まあ、まず一つ目ですね、えー、解説チェックと言われる、まあ、一応種類のチェックは結構多いかなという,ふうに思います、まあ、これはもうどうしても覚えてもらわなきゃしゃあないよというね、えー、そういうところは解説チェックという色で指定していきます、まあ、黄色でも、ね、使っていただければなという,ふうに思いますが何でも結構です。でえー、それ 以外にもですね、えー、解説チェック以外で、えー、考えていくかチェックで、ね、入れていくところがありまして、まあ、法律の勉強というのは、ねえー、どっちかというと、えー、言葉のまあ 解釈に争いいいががあるととうことがまあ結構多いんですね、えー、言葉の意味が、ね、いく通りにも解釈できるというところについては、まあ、あのおすすめの考え方を、えー、指定していきますけれども、ねえー、そこの考え方が分かれるところについては2種類目問題チェックというふうに言っていきましてね、まあ、緑,色緑色でも、ね、使っていただければなというふうには思います、はい、で考え方が分かれるところなんですけれども、えー、論文試験なんかでは自分の見解述べなきゃいけません、えー、自分の見解、えー、書くべき、ねえー、結論、えー、これをです、ね、4つ目結論チェックというふうに言っていき ましてピンク等で、ね、お勧めしておきたいなというふうに思いますで、えー、考え方が分かれるところ以外ですね、えー、分かるところ以外じゃない考え方が分かれるところの理由付けですね、えー、結論を導く理由付けというものについては理由チェックというところでオレンジ色ですね、えー、これをお勧すすめしたいなというふうに思いますで概ねこの4種類 のチェックになると思っていただければ結構です。で、ね、え、おおむねこの4種類があれば、おおむねなんとかなるかなというふうに思いますけれども、あの、大事なところですね、えー、考え方が分かれるところで、えー、判例と、それから学説とですね、え、どっちも有力で、どっちで答えてもいいというふうなところは、多説チェックというところでね、え、多説5種類目の色ですね、え、これを指定していくことがあります。まあ、おすすめの考え方ではないんですけれどもね、え、こっち取ってもいいよというね、そういう意味で、え、多説チェック、まあ、水色等をね、使ってもらえたらと思います。はい。 とりあえずまあ私の、ね、講座の進め方、レジュメレジページに、ね、てちょってお話をしておりますけれども、まあ、あの何々チェックということでね、ねマーカー結構、ね、いろいろチェックしていくかなというふうふに思いますで。チェックしたところをね復習の時にしっかりと読み込むという感じでやっていただければなというふうふに思ってますし、あとそれ以外もです、ね、あの版書をたくさんしていきますんで、できましたら版書用の、ね、紙なんかも置いておくといいのかなというふうふに思います。はいそういうことで、まあね私の講義の進め方、ですね一応テキストのあちこちにチェックいただくというね。 そんな感じになります。はい、それ以外にもいろいろとですね、あのー、ランク付けも指定していきます。WAABC A, D とですね、五段階に分けましてね、論文試験で使う大事なところは B までというね、そういう感じにしておきます。で、WA A から AB ですね、CD というにつけますが、まあ B までが論文用かなというふうに思ってください。で、特に社会人とかあるいはね学生さんでも忙しいという方はいると思うんですけども、特に大事なところだけ絞ってやりたい方は A までとかね、そんな感じでですね、自分の中でメリハリつけて復 集中をやっていただければなというふうに思います。はい、えー、おすすめとしては。 一周目の勉強の時にはね、C ランク、D ランクは飛ばすというのも一つの手ですからね。えー、その辺はね、えー、時間がないよという方はですね、えー、C ランク、D ランクはちょっと後回しというね、えー、そういうやり方もまあありかなというふうには思います。はい。えー、とりあえずまあ復習の時にね、えー、このチェックを入れたところというのを中心に勉強していってください。で、解説チェックのところはですね、できたらまあ覚えようという努力をしてもらえたらいいですけどね、えー、人間は忘れる着物です。おそらくですが、民法1回目でやったことですね。6回目、7回目で忘れてると思います。まあそれはもうしゃあないと思いますね。で、えー、それはもうしゃあないと思います。 ますが何度も何度も繰り返すという中で定着図られていきますのでねまずはちょっと覚える努力というのをね、えー、してみていただけたらと思いますで覚えられなくてもまあそれはしゃあないですね、えー、繰り返しやっていく中でそのうちを覚えるだろうというふうに思ってね、えー、まずは、えー、とりあえず、えー、復習の時にですね覚える努力まあ、していただければと思うんですが覚えるというよりもまずは先にね納得するこれやってみてください、えー、私の講座の中ではね、えー、ここはこういうことだからこうなんだとかね、えー、こういうことだからこうなんだとちゃんと理屈をつけてですね説明することが多くなると思います。 まあそこをですね納得する、そうだとうん、そうだそうだというふうになったらねとりあえず復習としてはいいのかなという,ふうに思います。はい とりあえず、まあね、えー、全体構造編なんかでもお話ししましたけれども、えー、2週のうちに4回ぐらいの復習というね、えー、3、4回ですね、えー、2週で3、4回というのを一つの、ね、ペースメーカーにしてやっていただければなというふうに思います。はい、えー、とりあえず、一応ね、1ページ目のお話は以上でおしまいということにはなってきますけれどもね、えー、進め方については以上でおしまいにしておきます。えー、と早速、3ページまで進めていってください。えー、2ページ、3ページですね、すみません、2ページ、3ページですね、えー、レジュメの2ページ、3ページをちょっと開いてみてください。 えとまあ、民法からね私のクラスは入っていくんですけれども、えー、これはいろいろな、まあ、一応ね、えー、狙いというのがありましてね、ね、えー、民法という科目が、まあ、全科目のベースになっているというところがありますので、まあ、その意味でね、ね、えー、ちょっと民法からやると、ただ、民法というのはね、えー、皆さん、お手元に条文あるかもしれませんけれども、1044も条文があるんですね、でも1044と聞いただけでも、えーというふうになるかもしれないんですけれども、これを逐一しらみつぶしにやると、おそらくですが、手一杯もう民法だけで手一杯ということになると思います。でで大事なのは要点絞ることですね え大事なところを要点絞れということで、レジュメ2ページ一番上に書いてあります。ポイント絞って効率的にと。これやらんと偉いことになりますからね。えー、ポイントを絞ろうというふうに思ってください。えー、特にですけれども、論文で出やすい大事なところですよね。えー、それをまずは中心にして、でその上で、択一試験のね直前とかいうか、択一の勉強するときに、それ以外のやや細かめのところをついでに抑えていくというね。えー、そういうまあ一応、循環学習といいますかね。えー、そういうふうなまあ段階を踏んだ学習というのをね、心がけていただけたらなというふうには思います。 まあポイント絞ってねやっていくとでいう、えー、ところをねやっていただければと思いますで特にどこに絞るかというと実はほぼ条文ですね民法の学習というのはほぼ条文になってくるんですけれども、えー、条文の中でもですねこんな感じで、えー、書いてあることが多かったりします、えー、これは全体構造のところでもちょっとお話ししたんですが条文というものについては要件効果 ここういういいい形でで書いてあることが多いです、まあ、別にこういう図式で書いてるわけじゃないけどね、条文を読んで、要件効果に分解できるというふうな形になっているのがまあ通常の条文です。で普段の勉強の中心は、この要件効果だよというふうに思っておいてくださいね、えー、この条文の要件効果、いかに勉強するかというのがこの民法でのね、取、えっ、ー、かかりなんだというふうに思ってください。で、その要件効果の中でもですね、要件、これ、非常に重要になってきますし。 効果ももちろん重要になってくるんですがこれらを、ね、条文平べったく読むんじゃなくて当事者の目線で読むようにしてみてください。で、えー、効果というのは実はここは当事者の言い分これにつながっていることが一般的です。効果ですね当事者の言いたいことこれにつながってきます。でそのための必要条件これを要件と。 いうところで、ねえー、見ていくんですけれども、えー、とにかくまあね、えー、条文を勉強するときにこの当事者の言いたいこと何なんだろうと。 でそれを言うために何がいるのかなというふうな目線でですねちゃんと条文を勉強していくというところは,これは民法では常に意識しておいてください。で民法での、ね、勉強の学習は大学なんかではですねわ、えー、が説はこうだということで,ですね判例はこうこううこうでけしからんとわが説はこうだというね、えー、そういう学者の先生の一方的な見解が90分続くという,ようなことは結構あると思うんですけれどもそうじゃなくてね大事なのはこの条文の要件効果の学習というふうふに思ってください。でそののの条文の要件のところに まあ、要件とかあるいは反連、えー、効果ですね、えー、ここに解釈、これがあることがあります。はいえー、それぞれですね解釈ありと。で、解釈があるときには、全体構造性もちょっとお話ししましたけれども。 条文の作られた理由ですよね、えー、これはちゃんと大事にしておいてください、趣旨というふうに言っていきますけどね、えー、条文の作られた理由、趣旨、それから考えると、それと、判例を大切にしてください。はい、ということで、まあ、1回目の、ね、これからの勉強のまあ指針ですよね、民法の中でどこを勉強するかということなんだけれども、条文の要件、効果、それから判例、趣旨。 その辺りを、ね、やっていくんだというふうに思っていただければと思います。はいそういうことで、まあ、一応2ページの一番上の4番ですね、民法の注意点というところをね、ちょっとお話させてもらいましたけども、膨大なこの民法のテキストをね、一からまんべんなくやっていくというので、おそらくね、民法苦手にしますんでね、そこはちゃんとね、大事な制度の要件効果、これを突,突破していくというかね、クリアしていくというふうに思っておいてください。はいで その上でですけれども、えー、民法ですね、えー、1年目の勉強と2年目の勉強が結構乖離しているということがね、えー、よ,よその予備校なんかでも時々言われたりするんですけれどもこれをなくすために一応うちのクラスはですね3ページちょっと進んでください。レジジメののページ論文の解き方これを意識して 民法勉強していただきますで、えー、これはですね、えー、ま,た早まだ早いよというふうに思われるかもしれませんけれどもこの視点でやっていくとですね民法というのがものすごいわかりやすいというところがありそれからですね2年目で論文書くときにああ別に困らないわと、ね、ああこう書いたらいいよねというふうなことで指針も見えてくるんですね、えー、そういうことでこの、えー、民法の論文の解き方これを踏まえてこれから民法を勉強しようというふうにね意識してもらえたらと思いますで、えー、3ページですね、えー、解き方踏まえた勉強なんですけれども民法をやってどうやって解くんだと というところですね平たく言えば実は当事者の言いたいことこれの要件を考えるもうこれにつきますで、えー、とりあえずもう民法の論文の解き方なんですけどもほとんどの民法の論文は、えー、2番のところちょっと書いてありますけども、ねえー、民法で出る問題というのは基本的にはアンダーライン引いてます。事例問題 でありましてね、えー、いくつかのまあね、えー、事実がたくさんまあたくさんじゃないけどね上がっててでその事例の中での当事者の主張反論を考えるとこういうふうな問題が非常に多いですなので、えー、このですね当事者の主張ということをね意識しながらやってもらえたらいいのかなというふうには思いますでちょっともうね2三ページのところはもうざっと落ち返ってからね読んでいただければと思うんですが最後にまとめのところをね次のページに載っけていますよかったらここにね解説チェックでといてくださいね、えー、よかったらアンダーラインね解説チェックで入れ いいいただければなという,ふうには思います、はいえー、レジュメの4ページ、一番上、民法の論文の解き方ですけれどもね、ね、えー、まずはここから入ってください、手順の1のところね、ね、えー、よかったら解説チェックでておいってください、えー、まず人間関係図と時系列、正確に手控えのままにすると。 でこの、あのー、自分の手控えのメモを、ねえー、きっちり作れるようになるというのが実は民法の突破口の第一歩という,ふうに思ってくださいで、これが正確に作れるようになると、ね、大体の問題は解けるようになっているかなという,ふうに思いますので、えー、この手控えを正確に作る。でこの作り方は 一緒にやっていきますんで、ね、この講座の中で一緒にやっていきますので24回の中で皆さんがねそれぞれなんかあこうやったらいいなという方向性がね見えてきたらいいかなというふうには思います、はいで。その上で時系列作ってどうするか手順の2なんですけどもね,ね手順の2、えー、アンダーラインに、ね、解説してくれておくといいでしょう。言いたいことを考えで言いたいことを基礎づける要件が満たされるかを検討すると。 手順のの2のところですねそ、えー、そこここ書いいいいいてありますけけども言言いたたいととをを考えでその言いたいことを続ける要件があってて書いてありますですでがここですねまず考えるのは原告の側とそう思ってください原告の立場で言いたいことを考えてみてくださいね訴えたい側ですね、えー、訴えたい側の要件ですね、えー、これを考えるんだというふうに思っていただければいいかなというふうに思いますはいそういうことでまずね、えー、時系列作って何するか原告の立場に立って言いたいことを考えろともうここからね、えー、入っていくといいかなと思います で原告の側だけではないので、ね、登場人物は当然訴えられる側被告がいますそういうことで手順の3これも頭から解説してくれておいてください反対当事者の気持ちに立って反論したいことを考えでその反論を基づけるよう決めたされるか否かを検討と。はい、ということで、ね、まずは原告側次に被告側でその後必要に応じて再反論再々反論 再,再,再反論という感じでいけばいいですが、まあ、そこまでいくことはまずないですね大体、再反論までで終わるかなという,ふうに思いますのでとりあえず言いたいことを、ね、主張、反論、主張、反論という、ね、これをまあ意識しながら、ね、進めていただくといいかなと思います。はい、そのの際ですが当事者の言いたいたこと 民法ではほぼこの2点につきます、えー、その下、えー、手順4以下のところの下に書いてありますけれどもそこもよかったらアンダーライン引いておいてください解説チェックね入れておいてください。物件に関する請求と,ということで当事者の言いたいこと何かなっていうのがちょっと分からなかったら物件的な言い分何かな 債権の言い分は何かなという感じで物件と債権を分けてやるというふうに思ってください。で1回目ではまだ物件も債権もやってねえよというふうに思うと思いますのでこの物件と債権の話は今日の1回目で、ね、えきっちりまたやりますので、まあ、それを踏まえて問題を解くときには、ね、この物件か債権かというのを意識しながら解いていったらいいんだというのを、ね、どこか頭の片隅に入れて,おい,ていただければとは思います。はい,、えー、そう,いうことで、まあ、一応、ね、当事者の言い分を考えるでその要件 揃っているるかかどううを考えとねこの視点を民法の24回の講義の中でね、皆さんインプットいただければなというふうに思います。はい。とりあえずもうね、この主張反論というのがね、最初はできなくてもいいです。ね、自分ではできなくてもいいですが、私のそのね、板書であるとかね、そういったところで、あ、なるほど、こう考えたらいいのかと。で、それを自分でもう一回再現できるようにね、復習の時にしてもらえたらいいと思います。ね、いきなり自分でできるようにならなくてもね、まずはちょっと私のガイドですよね、これに沿ってできるようになれば、まずはいいのかなというふうに思っておいてください。 はいといととうことでまあちょっと長くなりましたが私のね行動の進め方それからまあ民法の問題の解き方ですねそれも踏まえてちょっとお話をしていきましたはいということで早速ですね民法の中身に入るということにしたいと思いますお手元の「セブンサミット」テキストですねこれの民法1こちらの方をちょっとご用意ください はいでえー、っとこの民法のテキストですね、えー、セブンサミットのテキストなんですけれども、あのー、他の予備校とか、あるいは他の基本書と全然違う体系になっております。なので、おそらくですが、あのー、他の、ねえー、基本書類とかは,はっきり言って、役に立たんかなと言ったらお怒られるかもしれませんけどね、えー、他の基本書とは全然体系が違うというのはちょっと踏まえておいてください。で、えー、なぜそんな、ね、大きな違いが出てるのかというと、まあ、論文解くためです、ぶっちゃけて言うとね、えー、論文解けるようにするために思いっきりガラッと変えてるとね、えー、そういうふうに思ってください。なので、まああのー、他ので他 基本書とか見ていただいてもいいんですけれどもね、ね、えー、おそらくですが、それだけではなかなか民法の論文ね、ね、えー、書きにくくなるかなと思いますので、まあ、これは思いっきり変えてるぞというふうに思っておいてください。で、えー、とちょっと目次をね見ていただきたいと思うんですけれども、えー、と目次の、えー、と1ですね、えー、おそらく前の方からいくと5ページ目ぐらいに、ね、えー、おそらく目次のページがあるかと思うんですが。 はいえー、と前半にやることは、ちょっとね、えー、民法の基礎知識ですね、えー、民法でよく出てくる言葉遣いとかね、えー、そういう基礎知識をまず前半の方でバーっとやっていきまして、えー、第4編というふうに、ね、書いてあります、ここからがほ,ほぼね、民法の中身に入っていくというね、えー、そんな感じになると思ってください、まあ、その前もだいぶ民法の中身はちょっとあるんですけれども、えー、第4編のとこからがまあ本格的な、ね、民法の学習になるぞというふうに思っておいてください。で、いきなりバイバイから入ってます、ええー、というふうに思うかもしれませんけどね、えー、ここはですね、あのー、 とにかく民法の前半は売買という契約を意識しながら勉強しようとこういうまあスタンスだと思っていただくといいです。おおむね,ですねあの出題されるその民法の問題はです、ね、売買契約が多いですね、えー、売買契約というのが非常に多いのですの,多いで,すので、なのでまあとりあえずこの典型的なね売買契約を念頭に置いてまあそのね契約前のトラブル。 契約後に生じるトラブル、それからそれ以後の問題とかね、そういう感じでちょっと分けて勉強していくという感じになると思ってください。はい。そういうことで、まあね、第4編、いきなりバイバイでありますが、契約が成立してから、で、その後成立後にどんな問題を切るか、で、いうのをね、時系列に沿ってちょっと見ていくよというような感じだと思っていただくといいです。はい。その後ですね、テキスト1は、ちょっと、レジメレじメじゃないごめんなさい。えっと、目次をちょっと1枚めくっていただきますと、第5編になると思います。 ここからですね売買以外のトラブルこれを見ていきます売買以外 で、典型的には賃貸借とかですね、請負とかいうね、さまざまな契約類型見ていきますけれども、まあ、これらについての特徴的なところをね、学習していくというふうに思ってください。第5編以下ね、各契約の特徴的なところですね、これをまあ、ざーっと見ていくと、これがですね、第10編まで続いていくというふうに思ってください。とりあえず、まずは売買の特徴。で、その後ですね、売買以外の契約の特徴、これを見ていくと。で、さらに目次めくっていただきますと、 民法の学習ですねその後第11編以下、ですね債権・債務の移転、それから第12編、債権回収の準備、第13編、債権回収の準備と書いてありますが、11から13は、債権回収というね、そういう学習と思っていただくといいと思います。売、え、買、ー、で物を売りました、売ったら、売り主、何したいでしょう、金欲しいですね、代金払ってほしいですね、売り主の側からすると、売ったんですから、代金払ってと、こういうふうに言いたくなるはずです。 けれども、飼い主が代金払わなかったらどうすると。こういう問題が出てくるわけですね。で、飼い主が代金払わなかったら、まあ、売買契約をなかったことにするというのも一つかもしれませんが、とにかく金が欲しいんです。とにかく金が欲しい時にどうしたらいいかという時に役立つのが第11編から第13編というふうに思っていただくといいと思いますね。とにかく金が欲しい。金を手に入れるためにどうしたらいいかというね。そういうふうなまあ制度論というのが11から13というふうに思っておくといいと思います。はい。 一応ここまでが契約法というねお話になってきまして13編までですねここまでで大体民法の16回ぐらいかな使っていくかなというふうに思いますけれどもまあ、契約に関するトラブルですねこれをまずは前半として学習していきますで後半14編以下ですね14編以下はほんまにテキストとしても非常に薄っぺらいね感じになっておりますけれども14編以下は 契約以外のトラブルというふうに思ってくださいね。民法のトラブルの中でも契約にならないものねそれは結構ありますまあ皆さんあったかどうか分かりませんけどもね今まで電車の中で足踏まれたとかねそういうことあったんちゃうかなとあるいはね喧嘩して友達に殴られたというようなことあったんちゃうかなとまあね契約がなくてもですね 人と人のトラブルというのはまあ,あるわけでね、その契約以外の場面でのトラブルについて、どうしますというのがこの第14編以下というふうに思っておいてください。まあ、そこで出てくるのは大体金で解決するというね、そういう制度しかまあ日本的にはね、置いておりませんけれども、この第14編、15編、契約以外のトラブルというね、そういう認識を持っていただければと思います。はいえそういうことで、全体像をちょっとイメージしておいてください。えー、契約に関するトラブルが前半、で後半で契約以外のトラブルと。 で前半の契約に関するトラブルというのもね売買を念頭において売買、えー、のそのね前の段階からね売買後の問題までね、えー、時系列に沿って、ね、学習すると。 で、その後ね、賃貸借等の他の契約類型の特徴を見ていくというね、で、その全体像を踏まえて、今どこやってるかということをね、ちゃんと意識しながら進めていってください。はい、ということで、まあね、全体像をさっきにね、ちゃんとお勧めしましたけどもね、とりあえずまああの復習の時もですね、この目次というのはね、できるだけ活用するといいと思います。で、この目次のところを見てね、目次の例えばね、1ページ目ちょっと見ていただきましたけど、ちょっと戻っていただきますけれども、目次のところで例えばですが、下の方ね、 目次の最初のページです。目次の最初のページ、目次一のところね、そこの下の方で第四編で例えばですけども第三章と書いてね、売買契約の成立要件と書いてありますね。売買契約の成立要件って何だったっけというふうな感じで復習の 取っか,かりにしていいいいただくといいと思いますねで成立要件ということで、何かこ、ね、言葉が全く思い浮かばないということであれば、これはちょっとそこを見直すというふうな感じで復習するといいですからね。なので、この目次というのはあの、自分の勉強の到達度合いですよね、これを見るのに非常に役立ちますんでね、ねよかったら、ね、この目次というのもまあ活用できるといいのかなと、で今、どこやってるかというのを、ね、常に確認しながら進めてもらえたらというふうに思います。はい、えー、ということでまあ、ね、全体的なお話は以上にしまして、中身に入っていくということにしましょう。はい、えー、序論 一ページですね、えー。そちらをまず開いてください。はい、えー、第一ペの序論というところにまあいろいろとね、えー、書いてありますけれどもね、えー、民法という科目なんですが、まあやってみるとわかりやすいです。 でしかも身近なんですね、えー。自分が今まで経験したこととかね、えー、そういったところもまあ結構あるんでねああなるほどという感じで分かりやすいんですがなめる人が時々います。なめたらちょっと痛みに悩ります。なのでね、えー、とりあえずこのね分かりやすいんだけれどもちゃんと条文からね考える。 というねえー、これはちゃんと繰り返しておいてくださいねなめてかかるとちょっと大変だぞとけれどもね、えー、ちゃんとなめずに条文から考えるということをやっとけばですねおそらく民法を苦手にすることはないだろうというふうに思いますのでねな、えー、めずに条文をしっかり勉強しようねというふうに、ねえー、思っていただくといいかと思いますで、えー、よく言われるんですけどもね、えー、民法を制するものは司法試験制すると、まあ、いうふうな言い方をしたりしますでこれはなぜかと言いますとです、ね、この民法という科目が実は、えー、冒頭でも言いましたが他の科目のベースになってますなのでこのでこ民法という 科目がしっかりできたらですね他の科目もまあ得意になっているというところがありますねなのでこの民法というのをしっかりでねまずはマスターしようと。 そういうふうに思っていただくといいかなと思います。はい。そういうことでね、まずは民法を勉強する、民法を制するものは正直に制するんだと、そういう心構えでね、ちょっとやっていただければなということで、序論のところの第一編はね、それ以外のところもざっと流し読みでいいかなというふうに思います。あ一箇所だけ、よかったら解説チェック入れておいてもいいですけどね、第一編、5行目、もし解説してくれたい方は、この上から5行目の青文字、解説チェック入れておいてください。民法の全体の形をつかみ、 今、勉強している部分が全体のどの中のどのあたりなのかを常に意識しながら勉強を進めることが重要と。まあ、これは民法に限らないというふうふに思ってください。ねえー、とりあえずまあ、ね、そこのところにチェックを入れて今後の勉強の指針ですよね、えー、今、どこやっているのかということを忘れずに、ね、勉強を進めるようにはしておいてください、はいえー。中身に入っていきましょう、第1章ということで、民法の指導原理と書いてあります。でここからやる先ににやるです、ね、民法といいうものについて全体を貫く考え方 ぐらいにね持っていただいたらいいと思います。全体を貫く考え方というね、えー、そういうふうに持っておいてください。で、えー、横の一番ですね、えー。民法の三大原則と書いてありますが、まあ別に三大原則がね、えー、試験で出るということはまああまりないかなということで、まあランクとしては B で結構ですね。横の一番についてはランク B にしておいてもらえたらと思います。はい。で、えー、三大原則と言われてですね、えー、最近言われるのはこの縦一の一二三ではないかなというふうに思います。先にちょっと作業していただきます。丸の二。 解説してくれておいてください。所有権絶対の原則。から丸の3。私的自治の原則。それから、米印の3条目の真ん中、過失責任の原則はい。この3つがまあ民法の三大原則という風に思っていただいたらいいと思います。で、えー、これがまあ民法全体で貫かれてます、えー、まず1つ目丸の2。まあ、これは読んで字のごとしです。所有権っていうのはもう無敵の強い権利だと。 こういういいいってたただいたら結構ですね、えー、所有権というのはもう何にも勝る無敵の強い権利であるというふうふに思っておいてください。所有権を持っている人はもう自分の意思だけで何でもできると、まあ、例えば、ですけどもこの、ねえー、時計が手元にありますけれども私がこの時計を所有しておりますとで所有しているということはこれは何してもいいということなんですね。基本的に他人に迷惑をかけない限り何してもいいとこれを売ってもいいし食べたければ食べてもいいし壊したければ壊してもいいしと。 いうふうなことで所有権持ってるということは何しても構わないというのが基本的なところなんだというふうに思ってくださいはい、えー、所有権絶対ということでね、えー、売るのも自由貸すのも自由食べるも自由ね何してもいいんだとね、えー、いうのが基本的なところとただし人に迷惑かけちゃいけませんね、えー、人に迷惑かけない限度でというのはねもちろんありますけれども基本的には所有権何しても構わないよというね、えー、そういった原則があると思ってくださいはい、2つ目の丸の3についてですが次のページ 解説してくれちゃいましょうかえー。2ページの2番のところは飛ばして OK です。3番のところにねえー、入っちゃってください。はい、えー。3番の中のえー、過去の3番ですねえー。2ページの過去の3番。ここに良かったら解説チェックをちょっと入れといてください。はい、えー、1行目の後半ですえー、自分自由な意思によらなくては権利を取得し、義務を負わされることはないという原則と。 はい、指摘自治の原則ね、ね、えー、自由な意思によらなくては権利を取得し義務を負わされることはないという原則と、ね、そこによかったら解説してくれておいてください。はいえー、全体構造編ね聞いた方にはね、えー、繰り返しになっちゃいますけれども、契約すると縛られるんです、これが民法の大原則なんですね。売りました、売った売り主は何しなきゃいけないかというと、渡さなきゃいけないんですね。 渡さなかったらどうなるかというと最終的には強制的に実現されてしまうと、ね、無理やり裁判所の、ね、執行官がやってきて持って行ってしまうというような感じでこれ強制実現されちゃうんです義務がある拘束されるなんでとなんで拘束されるんでしょうとそれはここに書いてある通りです自由な意思で決めたからなんですね自分の自由な意思で売ると決めたんだったらその売ることについては最後まで責任取りましょうねと こういう話なんですね逆に飼い主も一緒です買った代金払う義務が発生するなんでと自分が望んだんでしょとそのものが欲しいから買うってに決めたんでしょと いうところね、そこの指摘自知の原則ね、自由な意思によって初めてね、ね拘束力が正当化されるというね、こういう意味が指摘自知の原則には含まれているというふうに思っておいてください。はい、その以外のところはざっとでいいでしょう。で、この指摘自知の原則というものをですね、別に、別名、契約自由の原則とかね、そんな言い方することもあったりします。ね契約するのは自由だよ。自由だけども、結んだ以上は縛られるよというね、そこのまあね契約自由の原則というのとね、裏表をなしていくというような感じで思っておく といいででしょう、はいえー、それから3つ目の原則です、えー、過失責任の原則ということで、過、え、去、ー、の3の下の方二によかったら解説チェック入れとおいってください、えー。過失責任の原則、人は故意または過失に基づいて他人の権利利益を侵害し損失を与えた場合にのみ損害賠償責任を負うと。はい、例えば、ですこれも具体例で、ねえー、イメージするといいですが、皆さんが車の運転をすると思ってください。車の運転するとときに青信号でちゃんと スピードも守って進んでたところですね、横道から入ってきたね大型トラックがぶつかってきやがったと、ね、その時にですね、その相手のトラックのうんちゃんが怪我したと、さて、自分に賠償責任が発生するだろうかと、そう思ってください。ね、自分はちゃんとルールにのっとって、ちゃんと注意もして進んでいったと、相手が怪我したという場合にですね、自分に技とか落ち度、 これがないとと責任は発生しませんとこれがまあ一応民法の大原則だというふうに思ってください。無過失で責任が発生するということはないんだと。ね、そういうふうな原則と思っておくといいでしょう。はい、ということで、この、ね、指導原理の3つですけども、ね、民法全体貫いてまして、時々出てきます。で一番出動頻度というか,、ね、出現頻度か、出現頻度が高いのは指摘自身の原則ですね。これ非常に出現頻度が高いので、まあ、あの自分の言葉で、ね、説明できるようにしておけばいいかなというふうには思います。はいえー、3ページいきましょうか。 横の2番指導原理の修正のところはまあざっと一読でいいだろうと思いますね。えー、一読というふうに私がいたときには、ね、もう読まなくてもいいというそういう指示でもありますのでね読みたい方は読んでいただいたらいいで覚えた方は覚えたらいいですが覚えなくても構わないよというね、えー、そういう扱いがまあ一読みたいなねそんな言い方です。まあ、横の2番一読していただければそれで十分という,ふうに思っておいてください。はい、ということで、えー、4ページまで、ね、一気に飛んじゃってください。はいえー、4ページ、えー、一番下に第2章試験と書いてあります。 でこの第2章に書いてあるのはここから民法で使うよく出てくる言葉ですねそれの学習だというふうに思っておいてくださいね。言葉の学習というふうに第2章は持っておいてくださいでできたら、ね、横の一番じめにのところは A ランクにしておいてください。 はい、で一応、試験、まあ、民法で出てくる権利ですね、えー、試験というのは、これね、私法というね、えー、私法という、まあ、民法とか商法ですね、えー、そこで出てくる、まあ、一応、権利というぐらいの意味ですけどもね、えー、私権、ね、試験の中でもまあ特に大事になってくるものをね、えー、一応、チェックを入れておくといいだろうと思います。5ページ、2番のところですね、えー、よかったら、かっこの2から入っていただいたらいいと思います、かっこの2、かっこの2の支配権、よかったら解説チェック入れておいてください。 権利の内容を実現することができる権利でイグザンプル物件そこに解説してくれといてくださいはいまあ,あの所有権のことを支配権というねそういう言い方もしたりもしますね、えー、とりあえず物件のことを支配権というね、えー、そういう言い方もしますのでまあ、物件支配権ね行き来ができるという感じにしていただければいいかなというふうに思いますはい続いてカッコの B 請求権これも解説してくれといてください、えー、他人に対してあることを請求することができる権利でイグザンプル債権と はい、人に何かせという権利ですね。えー、これを請求権というふうに言うと思ってください。でえー、民法の出題はほぼこの請求権から来ますというふうに思っておいて結構ですね、えー。当事者の言いたいことは大体この請求権ですね。えー、それになってくるということで、えー、この言いたいことですね、えー、請求権で、えー、それで置き換えていただけるといいのかなと思います。はい、で請求権以外にも、ね、えー、一応当事者の言いたいことでたまに出てくるんですが、かっこの c これもよかったら解説してくれると言ってください。形成権。 権利者の一方的意思表示により法律関係の変動を生じさせることができる権利でエグザンプル取り消し権解除権とはい、えー、ちょっと今は,今はねまだ、えー、イメージがしにくいかもしれませんけれどもはい、えー、人間関係図書いておきます A さんが B さんにですねこの平行四辺形は土地を指しています土地を売ったと S はセル の略語だというふうに求って,おいてください。a さんが b さんに土地を売った。というのを前提にしますが。はい、この時二です。b が代金払いませんでした。a さんどうしたいでしょう。まあ、もちろん代金払えというふうに言っていきたいわけですけれども。b が払わないんやったら。他に払ってくる人に売り直したいですよね。 いいね、A としてはです、ね、売った B が払わない解除というのをすることができます。で相手が代金契約を、ね、守らないというときに、ね、一つのまあ選択肢としましてです、ね、解除という,、ね、こういう方法があったりします。とこころでこの解除 A の一方的意思表示のみで契約を遡ってなかったことにできるというふうに言われてます。解除すると A はもう渡さなくてよくなるんです。 その代代わり代金も請求できません契約によってですね例えばですが A さんは渡す義務と金払えという権利これが発生するんですがそれが遡ってなかったことになると、はい、それをイメージして過去の C の解説チェック部分を読んでいただくといいと思います一方的使用時により法律関係の変動を生じさせるとこれですね今まで契約があった 解除によって契約なかったことにするというね一方的な使用時によって法律関係を動かすというね、えー、こういうふうな権利のことを、まあ、形成権形成権というふうに言っていくと思ってください、まあ、民法24回やればおそらくね、えー、何回か出てきますのであああれねという感じになるかなと思いますのでそのうち馴染んでいただいたら結構ですね、えー、そのうち馴染んでいただければ結構というふうに持っておいてください、はいえー、その下括弧ので抗弁権ちょっと慣れない言葉ではありますけれども抗弁権これも解説しっくりと言ってください公弁権 権利の行使を妨げる効力を持つ権利と。で、イグザンプル同時履行の抗弁権と。そこにチェック入れておくといいかと思います。はい。で、この抗弁権というのはちょっとね、最初にイメージしにくいと思いますので、反論権と思っておいてもらったら結構ですね。抗、えー、弁ときたらもう反論というふうに置き換えて,おいてくださいね。抗、えー、弁ときたらもう反論というふうに持っておくといいです。 で同時以降の神戸県、せっかく出てきたんで、ちょっとだけお話ししておきます。はい、また、売買の話にします、はい。A さんが持っている土地、これを B に売ったと。はい、その段階で、はい、A から B に代金請求。 すみません請求という字は漢字の画数が多いので SK と私の手控えでは略していきますで答案では使っちゃだめですけどね答案で使っちゃだめですが自分の手控えで書くのは自由です請求権 SK というふうに訳しておくといいと思いますで A から B に代金請求があったと思ってくださいはい B さん何か言いたいことないですかねなんで俺だけ金払わなあかんねんと思いません渡してよと請求するんだったら渡してよとこれが同時流行の答弁だと思ってください 払ったるけども渡してやと渡すのと同時やとこういう反論ですねこれが同時履行の答弁というふうに思ってください。ねえー、自分の自分に対して請求が来た、ね、請求が来た時に自分の、ねえーまあ、一応反対 高校の権利ですね、はいえー、それと同時なんだというふうに言っていくね、えー、そういう権利を同時履行の抗弁というふうに言っていきますはい。まあこのテキストのですねちょっと後ろの方じゃないか、えー、テキスト1の後ろの方ですねテキスト1の後ろの方になってきまして同時履行の抗弁権というものについてページ数で、ねえー、よかったら振っておいてもいいだろうとは思いますが、えー、同時履行の抗弁この辺ですねはい、えー。同時履行の抗弁権 についてですが、えー、と300ページあたりですね、すみません、ちょっとね、えー、ベースが出てきた、えー、340ページですね、340ページです、ね、P340 というふうに書いていてください。はい、はい、A から B に、代金請求、はい、これに対して、同時以降の公弁権は民法の条文で、533という条文ですのでね、えー、533条、はい、533条の反論というのができるよというふうになっていきます。 はい。ということで、ま、この少なくとも試験の作用の分類というところのカッコの2ですね。これは、あの、24回の中で、えね、え馴染んでいただければなというふうに思ってまして。ま、できるだけ早いうちにね、えー、公弁検ときた、あ、こういうものとかね、自分の言葉で説明できるようになっておくと、ま、いいのかなというふうに思います。はい。えそれからカッコの3番ですね。えこれもよく使われる言葉ではあります。えー、カッコの3番ですね。カッコの A、カッコの B で、絶対相対というね、そういうふうになってます。で、結構民法ではね、この絶対的とか相対的というね、そういう言葉遣いが非常に多いんでね、 対的・相対的というのはこれ民法ではこういう意味だというふうに押さえておくといいでしょう。で、一、えー、行目ですね、えー、括弧の絵見ていただくと、一般人に対してと書いてますが、この一般人はちょっと置き換えて、すべての人にというね、えー、そういうふうにちょっと直しておいてください。ね、すべての人にというふうに直しておいてください。括弧の絵ですね、一般人にと書いてますけどね、すべての人にと直してくとより正確です。あらゆる人に言えるものを絶対的な権利と。 いいう,うに言っていきます、はいえー、かっこのとりあえず解説チェックしておきましょうか「絶対権」「すべての人に対して及ぶもの」で「エグザンプル物件」と。で「かっこの B もよかったらチェックしておいてください「相対権」「特定の相手方に対してのみ及ぶ」で「エグザンプル再建」と。 はい、まあ、相対的権利とか絶対的権利というね、えー、この絶対相対という言葉が結構ね、えー、民法であちこち出てきますので。これはちょっと早めにね、馴染んでおくといいのかなと思いますが、まあ、出た時にね、えー、その都度を押さえてもらったらいいかなというふうにも思います。はい、ということで、まずはね、えー、権利の内容ということで、まあ、とりあえずね、えー、言葉の意味をね、えー、早めに馴染んでおいてください。はい、えー、横の二番入りましょうか。えー、試験の校長生と書いてまして、ここから条文の学習が始まっていきます。で、そのうちですね、横の二番の縦の一ランク外にしておきますね。校長の福祉、これは憲法で勉強したら結構です。民法では結構ですので。えー 縦の1気にしないでくださいランク外ね、ランク外ということでバッテンでも結構ですはい、えー、6ページ行きましょうか2番審議誠実の原則で審議則と書いてあります、えー、2番はランク A にちょっとしといてください縦、えー、の2番はランク A にしといてくださいはい、えー、早速ですねちょっと条文を見ていただこうかなと思うんですが6本持ってる方ね1条の2個ですね、えー、これをちょっと引いてみてください、はいえー、1条の2個、これをちょっと引いてみてください えー、基本原則とは書いてありますけどもね、えー、1条の2個、民法の条文です。はい、ということで、まずは条文見ておきます。権利の行使、および義務の履行を、真議に従い、誠実に行わなければならないと、まあ、いうふうに書いてあります。で、まあ、ちょっと具体的なイメージしてね、えー、つけてやっていくとしたらですね、例えばです、えー、自分がお金借りてると思ってください。お金借りててですね、えー、お金あの、貸主に返さなきゃいけないと。まあ、お金借りた金返すでは、これ、義務の履行なんですけどね、こういうのをやっちゃいけないです。 今までありがとう。だったらいいんだけどね。持ってけ泥棒という感じでこうねえー。さっさと投げると。 これ、審議に従い誠実にというものに反するというふうな感じでよく言われるお話です。とりあえず、義務の履行に対してですね、誠実さを欠くというような場合ですよね、これはもう審議則に反するぞというふうな言い方をしたりもします。とりあえず、権利の行使、義務の履行、審議に従い誠実にということでね、無茶しちゃいけないと、平たく言えばそういうことです。無茶するなというね、そういうふうな意味だと思っていただくと結構です。変なことしちゃいかんぞというね、そういうことを指しています。この審議則というのはね、まあ中身が曖昧でね、 いんな場面をちょっとまあ包括するようなそんな感じになってましてね、ちょっと適用する場面はあのいろんな場面出てくるんですけれども、無茶しすぎないようにね、この新義足使うときも無茶しすぎないようにね、この結構よくあるんですけどね、新義足使いすぎたらね、これは逆に新義足に反する、答案の新義足に反するというような言い方をしたりもするんですけどね、この新義足いうのを使いまくらないようにね、ちょっと注意はしておいてください。よっぽどの場面じゃないと出てこないと、めったなことがないと出てこないというね、そういうふうに持っておくといいかと思います。 はいととりあえずちょょっとね解説ししてくれときましょうか、はいえー、2番「括弧の1」えー「1条2項書き出し」「解説してくれといてください」えー「1条2項」で新義足なんですがちょっと広げて考えます2行目の真ん中からも解説してくれといてください「えー、当該具体的事情のもとにおいて相互に相手方から一般に期待される信頼裏切ることのないよう誠意を持って行動すべきと。 まあこういういいに言っていきますなので、お金返すときに持ってけ泥棒みたいなね、たた,たば、えー、叩きつけると、まあ、これはもう論外であるというのはもちろんなんですけども、それ以外にもこういう場面も想像しています。タンスを買いました。でえー、とりあえずタンスを買って、えー、大和さん買った子でもいいですけどもね、えー、とりあえず家に運んでもらうと、そのときにたんすタンス運ぶ際に売り主の業者がですね、えー、その玄関先にあった瓶をガシャンと割っちゃったと、そんな感じになったと思ってください。これもよくないよと。 いう感じですね、売り主が物を渡す時に。 あ、とかいう不注意で、えー、床ゴリッと傷つけたりねあるいはその辺の花瓶をバリンと割っちゃったりとこういうこともしてはいけませんよというねこれは信義則に実は含まれていますね、えー、3条目ちょっとこれは頑竹の深い言葉だというふうに思っておてくださいね一般に期待される信頼を裏切ることのないよう誠意を持ってまあ、かなりね、えー、頑竹を持った言葉なんだというふうに思っておいてくださいはい、で、えー、一応審議則が適用される場面ということでね、えー、これも民法全体学習後にね、えー、戻ってきていただいたらいいかなと思いますがまあ、今のような場面で使われるというふうに思ってもらっ だったらいいでしょうとりあえず具体的なイメージだけねまずは掴んどいてくださいはいカッコの2番打倒範囲まあだっと一読でいいでしょうでカッの3番のところのこ機能と うように書いてますが、ここは2周目に回しといてください、えー。私のクラスですね、あのー、1週2週というふうにね、やっていきます、えー。一応民法24回もですね、最初の21回で1週目、基本的なところをざーっとやりまして、2週目で応用的なところをやるというね、えー、そういう感じの一応ね、スケジュールにしております。で、このカッコの3番は2週目にしといてください。今読んでも多分チンプンカンプンですのでね、ここをざっと一度とかいうふうにはちょっと言えませんが、今はちょっとまだ早いよということで、カッコの三は2週目ということにしといてください。はい。7ページの表も含めてね、 え一応二週目にしておくといいでしょうで、えー、このテキストね結構表がたくさんあります、えー、この辺の表はですね卓越の勉強するときに役立ちますんでね、えー、卓越の勉強するときに、えー、この 例えばですけどもね、左側の青いところの字ですね、青い編みかけのところの字見てね、具体例何かなとかね、右側思い出すというふうな訓練したりとかね、この表というのは、ね、卓択一の時によく使えるかなというね、そういうふうに思っておいてください。まあ、左側のね、青文字、編みかけになっているような、ね、ところを見て右側を思い出す。あるいは右側を見て左を思い出すとかね、そういう感じで、まあいろいろね、右左行ったり来たりという感じで勉強しておくといいでしょう。はい、続けていきましょう。7ページ下の方3番。 権利乱用の禁止というふうに書いてありますこれはランク A にね、これもランク A かこれもランク A にしておいてくださいはい、権利乱用条文を見てきましょうか1条3項です非常にシンプルな条文ですが1条3項権利の乱用はこれを許さないというふうに書いてありますまあ権利持ってる方といってこれも無茶しすぎの禁止というふうなことだと思ってくださいえ、審議則とどう違うのと いう感じがするかもしれませんが、新義則と内容的には一緒だと、そう思ってください。ね、要は無茶の禁止と。ね、そういうふうに持っていただいたらいいだろうと思います。はい。で、この権利内容というものについてはね、たくさん結構判例がありまして、ね、この後ちょっと判例なんかも見ていくことにしますが。まずは、ちょっとテキストの、えー、条文のところね、テキストの説明部分、解説チェックちょっと入れとこうかなというふうに思います。はい、括、え、弧、ー、の一番、異議趣旨、書き出しから解説チェック入れておきます。一条三項。で、二行目です。外形上は正当な権利の行使のように見えるが。 具体的実質的に見ると権利の社会性に反し権利の行使として是認することが妥当でない行為を禁止することと,、はい、ということで、まあ、具体例、イメージしておきましょうか、えー、次のページ早速ちょっと入っちゃって8ペ,ージ、はいえー、8ページに判例が上がっております。 うなずき温泉事件と書いてます、まあ、この種の判例が出てきたら練習問題にもなるというふうに思っておいてくださいね。で、この判例を見たときに、えー、練習問題に使えるように事案に時々僕たちは問題チェックを入れるという形にします。ね、この問題チェックを入れた部分はね、えー、一応解釈が分かれるところというね、えー、そういう意味と練習問題になるというね、えー、そういう趣旨等を、ね、含んでおりますので、えー、とりあえずこのうなずき温泉の事案に問題チェックちょっと入れておいてください。えー、X はうなずき温泉を経営する Y 会社が 他人の土地2坪ほどをかすめて、飲油管設けているのに目をつけ、その土地を買い受けて、Y に不当,な高額不当に高額な価格での買い取りを要求したが拒否されたと。で、X が Y に対し、飲油管の撤去を請求したと。はいいうことで、これに問題チェック入れておいてください。で、これ読んで、皆さんどういう感想、感想を持つかですね、やからやんというふうに思いませんかこのささん、A さんじゃない、X、か。 とんんでもねねえなとという感じでしませんか、ねえー、とりあえず Y 会社がありますということで、ちょっと図を書いておきます、えー、Y 会社ですね、えー、温泉を経営しているとで、温泉経営数に際して、まあ、温泉のまあ源泉と言いますけどね、えー、温泉の源ですよね、そこから飲湯管ですね、えー、湯を通すパイプ、これを一応ね、えー、作って、温泉まで運んでいると、こんな感じなんですね。 いいですかね、えー、Y 社がありましてで、えー、この Y さんはほとんどのパイプは自分の所有地を通ってたんですところがごく一部だけ他の人の土地を通ってたということだと思ってくださいはいここが X 買い受けた部分と。 そう思ってくださいで、X さんからしてみると自分の土地にようわからんパイプが通ってるんです X から見るとですねなんで俺の土地に勝手にパイプ通してんねんという風うなことで俺の土地妨害しないでくれとこういう風に請求したくなるんですねで、この訴えが起きるわけです X からはに対して 所有権に基づく妨害排除、これが起きたというふうに思ってください。はい、X さんですね、わざわざこの二つぼ、坪つぼというのは大体一つぼ3.3平米と言われていましてね、二つぼ6.6平米です、2メーターける3メーターぐらいですねそれぐらいの土地です。 でえー、温泉のパイプ、通ってる、ねえー、敷地面積で言ったら、それはもうその数十倍、数百倍というふうな感じなんですけども、わずか6平米だけ買い受けまして、ですねでこういう嫌がらせ的な所有権に基づく防火排除ですね、まあ、どっかのね、えー、やから的な、ねえー、どこ人がまあやってるんだなという感じはしますけどもね、はい、でこれなんですが、法的にいくと、所有権に基づく防火排除請求なんですが、要件は。 X 所有 Y 妨害だけで足ります所有権に基づく妨害排除請求というものの要件この後物件のところで学習しますが要件はこの2つで足りると言われておりますなので通っちゃいそうなんですいいでしょうか X の持っている土地に Y の隠油管が通ってて Y が妨害しているとこういう状態ですね。妨害排除請求の要件揃っっちゃっていると いう感じになっちゃうのねけどもこれは撤去なんか認めようものならえらいことになりますよね撤去なんか認めようものなら Y 会社はおそらく潰れてしまいますえらいこっちゃとしかもですよこの X さんはもともと他人の土地だったのにですよ、自分が買い受けてですね嫌がらせのように僕が排除請求していると正義の観点からしたらこんなもん許せるかというふうに思いませんかこんな X の輩的な請求は許されへんということで この Y の反論権利乱用だという反論なんですね権利乱用だという反論だというふうに思ってください はい、乱用の乱の字はでき,るできたらこの三髄編で、えー、あと監獄の間ですね、えー、これ使ってください、えー、乱れるという字よりはねこの三髄編の監獄の間使うことが一般的ですなので権利乱用の乱の字ね、えー、これはちょっとね覚えるようにしておいてもらった方がいいかなと思いますがさあここは Y さんの反論ですね権利乱用だという反論だとこれができるかどうかと。 いうところですはいで権利内容に当たるための要件これをですね、えー、少しちょっと学習しておきましょうはい、えー、7ページにちょっと戻りまして括弧の2番です要件判定の基準というふうに書いてありますできたらこれは解説チェックを入れといてください、えー、括弧の2番ですね、えー、解説チェックを入れといてくださいはい、えー、権利内容の有無の判定基準については権利を行使する者の主観的対応外異などから2行目 行使される権利がその社会的機能から見て保護に値するかという客観的基準で4両目の後半でその両者を考慮する。 飛び飛びになっておりますけども、まあ、そこにチェック入れていただければ結構です。はい、でこれも法律家のね言葉でよく出てきます。主観的客観的というね、えー、言葉がよく出てきますけれども、主観的ときたときには頭の中を指していると思っていただくと結構です。で、えー、主観的といったときにはまあ行為者の内心頭の中ですよね、えー。これを想像しているというふうに思っておくといいでしょう。なのでまあここのね、えー、権利行使する人の頭の内心ですよね、えー。内心がどうだったのか、それから権利そのものがどれだけ 保護に値する強いものかという客観的客観的というのは頭の中身以外というふうに持っておくといいですね頭の中身以外で、えー、まあ一応外に現れた事実ですね外に現れた事実のことを客観的というねそういう言い方をしていきます。はい 一応頭の中身に関わるところ、ね、これは主観的と、ちょっと民ンに、ね、民葬商法まで入ってくると、また別の主観的という言葉が出てきますけども、ねえー、とりあえずは民法の中では主観的、内心の中という、ね、内心の言葉というね、そういうふうに持っておくといいでしょう。はい,そう,いうことで、今回の事例、見てください、えー、8ページの、ね、事例戻ります、うなずき温泉事件、はい、主観的対応、けしからんですね、嫌がらせ目的です,いいです、ねえー、主観的対応としてはこれけしからんというところになるはずです。しかも 権利の着観的な対応としてもですね。わずか6平米です。 わずか6平米ねこれがですよ、えー、例えばまあ600平方メートルとかね結構な土地であるんだったら話別ですよ。わずか6平米です、ねえー、わずか2二坪6平方メートル、それの権利のためにこの温泉というですね、えーまあ、日本でもね、えー、非常に重要でありでかつです、ね、地域においても当然雇用の、ね、観点が大事な施設になるはずでして、ねえー、そういう大事なものが使えなくなるというのでは困りますんでね、えー、そういうことでまあこれは権利の乱用だというふうに、ね、考えておくといいかと思います。はいえー、主観面 面両方を見て悪性が強いものですね、これが権利乱用というふうに思っておいてください。ね、主観面、客観面両方を見て悪性が強いというものをこれを権利乱用というふうに言っていくと、思っておくといい,い,いでしょう。はい、ただ、使う場面は最後の最後にしておいてください。 いいですすかね、えー、これもよくあります権利乱用の乱用という言葉がよくありますけどもね、えー、権利乱用という言葉は便利なのでね、えー、乱用してしまうということがあるんですけどもこれもちょっと気をつけておいてくださいね、えー、審議則と同じように乱用しがちではありますが最後の手段というふうに思っておいてくださいはい。 でえー、どっかにちょっと書いておいたほうがいいね、えー、最後の下あ書いてますね書いてますねまたね、えー、違うところでも解説してくれるという感じにしたいと思います。はいということで、まあ、権利乱用に当たる場合には、ねえー、認められないというね、えー、そういうふうな効果になると思っておくといいでしょう。はい、えー、8ページの一番下の、かっこ3、効果解説チェックちょっと入れておきましょうか。かっこの3、えー、効果に解説,解説してくれておいてください。権利本来の効力は認められないと。ということで、まあ権利行使を妨げる。 反論として使うと思っておくといいです。いいですかね。権利内容というのは反論として使うというね、えー、そういうふうに持っておけばまあいいんじゃないかなというふうには思います。はい。で、この権利内容になる場合には別の問題も生じます。はい。Y さんの側で考えてみてください。今回のうなずき温泉の Y さんの側で考えてみてください。X が裁判を起こしてきたんですね。裁判を起こしてきたら Y さんも裁判。 おこし返すと言いますかね、えー、受けて立つために弁護士雇ったりとかいう費用がかかるという可能性があります Y さんとしては何か言いたくなりませんかこの X の輩的な裁判によって損害を被ったということで Y から X に対して逆に損害賠償ですよねこれを請求したいなというふうになるはずですこの事案ね、えー、X が Y に対してこんな輩的なことをしたということで9ページ括弧の B 解説チェック続けておくといいだろうと思います 正当の範囲逸脱して他人に損害された時は不法行為としてでちょっと飛んで損害賠償を命ずられる場合があると。不法行為の妨害除去はないです。 不法行為の場合はまあ大体損害賠償と、ねえー、いう形になっていきますけれども、まあ、ここ、ですね、あのー、必ずね、えー、その物件の問題だけじゃなくって、債権のところも、ね、考えるようにねというね、まあ、事案の中では、ですね、えー、その当事者の主張反論、物件債権両方考えようねというね、えー、そういう姿勢を持っておくといいだろうと、まあ、今回の場合は、ね、物件的な請求の事案ですけれども、反論として、ねえー、もちろん、権利内用の物件的な反論だけじゃなくって、もう1個。 損害賠償請求というね、えー、そういうふうな、まあ、請求も考えられるというね、えー、そういう形になっていきます。はい、まあこの辺は幅広く、物件再建幅広く考えるんだというね、えー、そういう頭を持っておくといいかなというふうに思います。はい、えー、続けていきましょうか、えー、9ページの括弧の C、えー、ここはランクを一つ落としておいてください。この括弧の C は C ランクに落としておいていただくといいと思います。ねえー、この括弧の C の部分のみ、C ランクに落としておいてもらったらいいだろうと思います。米印は C ランクにしちゃだめですよ。括弧の C の2行だけ。 C ランクにしということで、まあ、担当の時覚えたら結構ということでね、えー、まあ、これ結構最近問題になってるやつですけどね、えー、権利剥奪されるということで親権の喪失まあこれあれです、えー、っと親がですね子供を虐待したとかね、えー、そういうケースを想定します、えー、親が子供を虐待したその親の権利を喪失させようとかいうね、えー、そういう制度がまあ,あったりするよというところをねしておいてもらったらまあ卓越の時に勉強したら結構だよというふうに思ってくださいまあ権利乱用の一種としてね、えー、条文があるというふうに持っておくといいでしょう その下の米印またこれランクに戻りますねこれはもうね、C ランクから外れてると思っていてくださいね、えー、米印解説チェック入れておいてください権利乱用の禁止は一般条項要件も不明確確かにとね、えー。民法の他の条文などの急差が不可能な場合に補充的に最後の手段として使うべきとはい、そこをね、入れといてください最後の手段ですね、えー、自分の中では最後の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 手段というね、えー、そういうふうに一応決めて他にないのかなと いいいうううののを考えるよよにして,おいてくださいねね、えー、今回のようなケースです、ね、物件的請求に関してはこれね民法の、えー、24課の中でおそらく言っていくことになると思いますが反論の累計が3つ4つぐらいに分かれてきますまずは他の反論3つ4つの反論のうちどれかできないかなというふうふに思っておくといいですねでどれも無理だと最後の手段だということで懸念内容に入っていると。 いうふうに思っておくといいです。で、えー、この物件的請求に対する反論についてはこれね後の方でちょっとまとめますんで、えー、これはね今の段階ではちょっと保留という感じにしておいてください。はい、えー、そのぐらいでいいでしょう。はい、九、えー、ページ四番のところ行きましょうか。試験の実現というところに入っていきましょうか。はい、えー、試験の実現ここはランク B でいいでしょう。はい、えー、試験の実現、ちょっとこれは解説チェック入れといてください。三、え、行、ー、目の四行目です。解説してくれとくといいでしょう。自分の力で 権利の内容を実現するるいわゆる自力救済例えば自分の空手のように知らない間に他人形でも乗せてしまった時それを壊して取っ払ってしまうことは原則として許されないと。でこれを認めると社会の実情を保たれないからと。 ということで自力救済の禁止という言葉を覚えておけば結構ですね自力救済禁止ですで、えー、この我が国においては自力救済禁止ですねお隣の C 国ではですね、えー、自力救済当たり前のようにされているようでありますけれどもね、えー、日本においてはこれはもうやっちゃいけないと自力救済は逆に不法行為になるとね、えー、権利内容であり不法行為になるというふうに思っといてくださいね自力救済はもう権利内容になるんだよというふうに思っておくといいかなというふうに思いますはいそういうことでも権利内容になるので自力救済禁止です 唯一、自力救済的なものを考えるのは刑法の中で、講師だけ考えますんでね、ね、えー、刑法のところでまあ勉強したらいいかなという,ふうに思っておいてください。はいということで、まあ、一応、ね、えー、公共的、えー、ごめんなさい、権利の講、ね、師、えー、に関してのまあ一,応一般的な原則ですね、えー、ここまでということにしておきましょう。はいえー、9ページ見ていきます、はいえー、9ページに第3章で権利の変動原因というふうに書いてありますけれども、えー、この 3, 3番ね、ね第3章についてはもう飛ばしていただいて結構です。でこの第3章の第章中身よりも レジュメを見ていいいたただきたいと思いますレジュメの5ページ、こちらの方ね、をちょっと見ていただければいいかなと思います、はいえー。権利の変動原因というこの第3章自体はそんなに、ね、大,事大事なものではありませんけれどもそれをもう少し、えー、ポイント絞って大事なところだけエッセンス抜き出すとここになります。でえー、レジジメの5ページ ですね、上の方で見ていただきますと、えー、民法が定めるものと論文で検討すべきことの対応関係というふうに書いてあります。まあ、これ実は冒頭でお話ししたことでありましてね民法に書いてあるのは要件効果ですと効果というのは言いたいことが書いてありまして要件というのは言いたいことを基礎づける必要条件が書いてあるとこの関係をしっかりと押さえておいていただければ結構ですね。ね、え、ね、ー、民法の条文です、ね、要件効果効果果が言いたいたこと で要件はそのための必要条件、これをしっかりと、ねえー、認識した上で勉強しておいてくださいで。その際に要件になるところですけれどもね、ねね契約に関わるものが多いです民法は契約に関わるものが多いです。 契約以外のものについてはちょっと例外的ということで後ろにまとめて学習すると、ね、後ろの方でまとめて学習するというふうにもっといてくださいはいそういうことで、まあ、一応条文に書いてあるものは要件効果で効果は言いたいこと要件はそのための必要条件というね、えー、この認識を強く持っといてくださいはいとりあえずそこまでで結構ですね、えー、この第3章で言ったのは結局そこなんでね、えー、それをまあ一応認識しておけば十分でしょうはい、えー、そういうことで第3章を飛ばしまして13ページまで飛びましょうかはい、えー、13ページ 物件と再建ということで、えー、全体構造編聞かれた方はちょっと復習になるようなことも入ってきますけれども、えー、とりあえず物件と再建についてね、えー、しっかりとちょっとここで学習しておきましょう、はいえー、これから先勉強するものそれからですね、えー、これから先当事者の主張で考えるもの大体物件か再建かのどちらかになると,いう,ともいうことがね、えー、一般的ですので、まあ、物件再建の共通のね、えー、一応性質をまずは押さえておきましょう一応この辺全体をこのページを A ランクにしといてください 13ページのねこのページは A ランクにしておいてください。はいまあ物件と債権ですね、物件と債権の言葉の意味、ちょっと解説してくれておきましょうか、第3段落です、13ページの第3段落です、解説してくれておいてください、物件とは物を直接支配する権利、から債権とは特定人債権者が他の特定人債務者に対して一定の行為を請求する権利と。 はいまあ、そこに、ね、チェック入れておいてください。物件債権のはちょっと言葉のみ早めに押さえておいてください。物件、物に対する支配権、債権、人に対する請求権というね、えー、そういうふうに持っておいてください、ね。人に対しての請求権というふうに持っておくといいでしょう。はい、その下は、まあ、あまり深入り、現状ではしないでください,、ねえーでい,いねえー。では以下は一読という扱いにしておきます。ねでは以下は一読という扱いにしておきます。まずは物件の中身をしっかり押さえておきましょうか。14ページいきましょう。はいえー、14ページです。 で全体構造編の一応ね、えー、復習になるようなところもありますけれども、えー、とりあえずこの物件というところをね、えー、きっちりとまずは性質を押さえておきましょうまず横の一番ランク A にしといてください、えー、横の一番ランク A にしといてくださいはいで物件先ほどもチェック入れましたけれども縦の一番もう一度ね解説してくれておいてください、えー、物を直接的排他的に使用する支配する権利ですねでまずは直接的の言葉の意味は2番のところにチェック入れておきましょう直接性 一行目の後半です二番の括弧一、一行目後半も解説してくれていてください自己の意思のみに基づいて物を支配できる排他的っていうのはどういうこと括弧の二番排他性一つの物件存在する物の上には同じ内容の物件は成立し得ないとと、はい、いうことでまずちょっと物件の言葉の意味ね直接性排他性そこを解説してくれていてくださいねで、直接性自分の意思だけで というね、えー、そういう言葉の意味です。私がこの時計持っています。私はこの時計売りたいですという時にですよ自分の意思だけで決めれるということです。売っていいですかとかって、ね、聞かれても困りますよね、皆さんね。えー、何でも俺に聞くねんという話になるわけですね。物件支配しているというのはこれは自分の意思だけで何でもできると、えー、そういうことなんだと思っておいてください。から排他性ととといいううののはは私にここ所有権があるということは あなたのものでもないあなたのものでもないあなたのものでもないつまり他の人の所有権を排斥するというねそういう効果があるというふうに思ってくださいねこのブツの上にある人の所有権がある他の人の所有権は排斥するというね、えー、そういう言葉の意味だと思っておくといいでしょうね排他的、ね、自分が所有している他の人の権利は排除できるというね、えー、そういう言葉の意味にもなってくるよとそう思ってくださいはい、でできたら支配するという言葉も合わせてチェック入れちゃいましょう、はいえー、1番の米印 解説してくれといてくくれいださい、えー、1番の米印に飛んでください。「物を支配するとは使用権能収益権能処分権能を総括的に支障するものと」とちょっと堅苦しく言い過ぎで簡単な言い方すると「所有権とは何か」なんですが。 はい所有権、使用できる、収益できる、処分できる、一応、支配権という、この支配というのは、使用、収益、処分というね、この3つを指していると持っておくといいです。支配という,ねえいうのは、この使用、収益、処分ということで、時計であれば、この時計をはめる仕様ですよね、収益、貸したると、1日1万円でと、ちょっと高いかな、とりあえず貸す、貸してお金を手に入れる。 収益ですね金儲けするというのが収益とそう思っとくといいでしょう処分売るですね、えー、あるいは捨てるというね、えー、そういうことで、えー、とりあえず所有権というのはこの使用収益処分という支配の三権能と言われておりますけれども支配の三権能全部あるとこれが所有権だというふうに思っておいてくださいで、えー、一応3つ全部ありとこれは所有権だけです この3つの、ね、支配権全部持っているのは所有権だけと、まあ、その意味でも所有権絶対の原則というのにつながってくるというところではあるんですけれども、はい、そ,ののはその他の物件は3つのうちの一部しかありません。 で、まあ、物件、とというところでままた学習しますけれどもね、えー、物件どんなものがあるか中東1つの、まあ、例としてですねん分かりやすいものできたら低等権分かりやすいかな、どうかな、ねえー、一応お金貸したときに担保に取るというねそういう権利があるんですけども物件の中でも担保権と言われるものはこのうちの一部しか持たないというふうに言われております。エグザンプルで定等権、ねえー、イメージをちょっと早めに持っていただくために図を作っちゃいますが。 抵当権 A が B に例えば500万大金ですねえこれを貸したとで A さんの立場で考えてください500万返ってくるか心配ですよね返ってこなかったらどうしようと心配がありますその時に A さんの持っている資産を担保に取るということが考えられます。まあ低当期丸低と書いておきますけどね、低当権まあ低いのね左側を底辺に変えるだけですね、低当期。はい、担保権、担保に取るというのはどういうことかというと、いざという時に売れるという権利だと思ってください。B がお金返してこなければ。 この土地を売って金に変えてそっから回収するということで使用収益処分のうちの処分権限のみを抑えるというね、えー、こういう風うな物件が抵当権という風うになっていきますまた抵当権のところね学習しますけれどもはいこれはもういざという時に売るですね。 売り方は競売とが多いですね、えー、強倍ということもありますけどね、一応法律用語としては競売というふうに言っていきます。まあ、競売できると。まあ、処分権ありというふうに思っておくといいでしょう。はい、で、提当権はこの処分権しかありません。A さんが使ったり、あるいは貸したりということはできません。使用収益権はないんです。 処分権のみというのが抵当権の特徴と、そう思っておいてください。そういうことでね、えー、物件の中でもね、三つ全部揃ってるのは所有権だけ。ね、えー、そのうちの一部しかないのをまあ制限物件というね、えー、そういう言い方をしていきますけれども、えー、これはまあ他の物件全体ね、独、えー、かの一部しかないというふうに持っておくといいでしょう。はい、ということでまずはね、えー、直接性排他性という言葉の意味をね、えー、まずは押さえておいてください。はい、続けましょう。えー、物件の性質、横の二番、物件法定主義。 と書いてあります。ランク B にしときましょうか。はい、えー、物件法定主義まあ読んで字の如しではありますね。物件法で定めるという考え方ですね。えー、法で定めたものだけを認めようというね、えー、そういうぐらいの意味になっていきますが、えー、そこの言葉の意味ね、えー、よかったらまた解説してくれと言ってください、えー。括弧の1、1行目、よかったら解説してくれと言ってください。物件はでちょっと飛んで、法律で定められたもの以外は 当事者が合意で創設することができない。で物件法定主義というと。でなぜか。というと括弧の二番趣旨と書いてます。なんで物件。法で定めたものしか認めないのということなんですけれども、丸の二です。チェック入れといてください。物件の種類を限定することにより。工事が確実に行われるようにして。取引の安全を図ると。はい、ということで、まあ一応物件というものについてはね、非常に強い権利なんです。 所有権というのはものすごい強い権利なんでできるだけ公示しようとそういう考え方があります。で特に所有権の中でも、ねえー、大事なのは不動産の所有権でありまして、ね、不動産に対する権利は特に大事なので登記簿による公示ですね、えー、登記書というところで誰が所有者かとかですね誰が権利者かというのを明らかにしようとそういう制度があるんですね。強いい権利なので公示したたするためには 工事の種類が無限にあったんではではすね工事の仕方がするときにですね、まあ、例えばですけど、物件の中でこんなのができたら困ると、ねえー、その、えー、土地の上でですね野球し放題とかいう権利とかね、えー、そんなもの作ってどうするんだと、ね、何回ぐらいも野球できるのかとかね、その辺よく分かるんじゃないかと、ねえー、工事できる、ねえー、確実に工事しようと思えば、権利の種類を限定すると、それが一番手っ取り早いんです、ねえー。その工事ですね、いろんな工事があったりすると、逆にこれ何、どんな権利という、いぶかり、 不信感。これをね、生むことになりますので、えー、そういうことがないようにしていこうというね、えー、そういう意味だと思っておくといいでしょう。はい。ということで、まあ、それまでにしといてください、えー。物件法定主義。とりあえず、種類限定、工事確実にしようぐらいのね、えー、それぐらいの意味です。はい。15ページ2番。種類。まあ、今はいいです。全部覚えるちょっとだって無理。 今はね、えー、民法全体やる中であ確かにねというふうになるかなと思いますので、えー、今の段階ではまあペンディングというふうにしておいてもらったらいいと思います、はいえー、15ページの2番の種類のところは1周目では飛ばす2周目というね、えー、そういう扱いにしておいてください、はいえー、16ページいきましょうか、はいえー、16ページの3番4番一読で結構ですね、えー、3番4番一読ということでまあ飛ばしちゃってください はいでえー、この物件については結構強い効力がありまして、えー、第2節、ね、こちらの方に入りましょうか横一特にチェックなしにして、えー、17ページで結構です、えー、17ページ、横の2番に入ったらいいでしょう、はいえー、優先的効力ランク A にしておいてくださいね、えー、ここはランク A にしておいてください。 でえー、物件にはどんな効力があるか、これは全体構造編でもちょっと出てきたお話でありますけれども、物件相互感と債権との関係、これを、ねえー、意識しておくといいでしょう。でえー、まず縦の位置、えー、ちょっとこのテキストには図が書いてないので、えー、よかったら図を書いておいてください。物件相互とということで同じ土地を X が A にも売り、B、にもも売売りり B とこれ犯罪ですやっちゃいけませんよ、ねえー、二重条というのはこれは横領というふうになっていきますんでね、えー、犯罪になりますのでこれは絶対やっちゃいけないんですけれども時々起こりますでこの X が A にも売り B にも売りとこうなったら A さん B さんで喧嘩になりそうですねこの年は俺のだということで A は俺のだといい B も俺のだといいということで A さん B さんの間で争いになりそうですどっちが勝つでしょう 先に買った方が勝つんでしょうかというとそうではないんです A と B の優劣は先に登記工事備えた方が勝つとこういう一応約不足になっています はいえー、不動産についてはね陶器です、えー、先に投機工事を備えた方が勝つというふうに思っておいてくださいはいこれが縦の一番のお話ねで一、えー、番のところ「括弧1」「括弧2」は飛ばして OK でもいきなり米印で結構ですはい、えー、米印で解説してくれと言ってください取引安全のため工事の原則が採用されている結果優先的効力は実際には工事すなわち 不動産では当期177、動産では引き渡し178を先に備えた方が優先すると。はい、物件相互間 A は所有権俺のだ、B も所有権俺のだというふうに言っていきますけれども、これは先に当期備えた方が勝つと、これが物件の約束と、そう思っておいてください。はい、それが2番、債権との関係ではちょっと話が変わると。ということで、まあ、その下、また、ね、別の図を作っておきます。はい。 X はある土地を A に得るレンタルです貸したと思ってください貸したレンタルで同じ土地を B に売ったと A の所有権帯 A の賃借権、これが喧嘩になります。A としては自分が先に借りてるんです、使いたいですね。けども B も買ったんです、使いたいです。B の所有権と A の賃借権が敵対関係、対立関係に立つと、さあその時にどっちが勝つんでしょうというところがこの2番のお話と、そう思ってください。で一応こっちの勝ちと、これが2番のお話です。 債権と物件どっちが強いか賃借権はこれはそういうもんだと覚えなきゃしゃあないですが貸してくれてる人との関係で借りれるというだけのね債権でありまして誰に対しても言えるという物件ではないんですあくまでも賃借権は債権貸主に対してのみ文句が言える貸主に対してだけ何か言えるという債権でして賃借権は負けると。 というふうに思っておいてください。はい。ただ。あらゆる賃借権がそうでは困ります。賃借権の中でも、特に大事な賃借権については。例外があります。それはまた賃借権で学習しますけれども、とりあえず2番。原則は物件優先というふうに思っておいてください。はい、え番、よかったら解説チェック入れておきましょう。1行目の末です。物件が債権に優先すると。はい、これがもう大原則ですが。 例外括弧の3チェックを入れていてください例外不動産賃借権とはいそこに解説チェックを入れておいてくださいはい,い,い、はい、不動産賃借権は実は登記という制度とかね、えー、そういうのがあったりしますんでね、えー、とりあえず不動産賃借権については 工事というのが、実はあると、そう思っておいてください。えー、不動産賃借権とっても大事なものなので、何らかの工事の方法があるというふうに思っておくといいです。でえー、不動産賃借権については、例外。これがありまして、登記の後先で決めようというね、えー。そんな感じになっていったりします。はい、また、不動産賃借権。これ、六百五としか書いてませんけどもね。六百五条以外に、借地・借家法とかいう、ね、特別法で、また学習していきます。えー、そこはもう、今の段階ではいいですけどね。六百五、他にもありというふうに思っておいてください。六百五以外にもあるよ、というふうに思っておいてください。 はい、ということでまあ物件の、ねえー、一応、効力としましてですね優先的な効力は物件同士は工事の後先債権、えー、との関係では物件が常に優先というのが原則だというふうに思っておいてください。はい、横3、物件的請求権、これ、WA に挙げておいてください。で今日の前半の山はこの物件的請求権だというふうに思っておいてください。事、は、例、いえー、問題では 2問に1問はこの物件的請求から考えるというねそんな感じになるだろうと思っていた方がいいですねえ一応もう事例問題出たら物件か債権かとで物件だったらもうほぼこの物件的請求権というねえこれを考えるということがまあ多いかなというふうには思いますはいえとりあえず横の3番物件的請求権ということでえまず言葉の意味をねえしっかりと押さえておいてくださいえ縦の1チェック入れておきます物件の円満な支配状態が妨害された事実またはその恐れのある事実がある場合に その事実を支配している人に対してあるべき状態の回復または妨害の予防を求める請求権長いのでまあいきなり覚えられなくても結構ですがいくつかの部分に区切っといてくださいえ前半1行目の後半の場合にまでのところでスラッシュ入れておくといいと思いますでその前が要件と思っていただくといいです物件円満な支配が邪魔されたないしは邪魔されそうな時に その後ね支配している人に対してということでこれ相手方を指してますね、えー、支配している人に対してこれ相手方をイメージしてください誰に言うのかで最後あるべき状態の以下が効果と思っておくといいですね。効果つまり言いたいことと思っていただくといいでしょうはい。でこれは実は条文がないです 民法改正でも条文が入れられる予定はないというね、えー、そういうところでありまして。まあちょっとこれ民法改正の話もいずれしなきゃいけないんですけどね、えー、今勉強を始めてる方ですね、最短で予備試験を受けるときにはまだこの現行民法になると思います。なので、えー、この現行民法をまずはね、押さえておくという感じにしといてください、えー。最短で受ける際にはおそらく2年後の予備試験ですね、えー、それを受けることになるだろうと思うんですけれども、えー、その時にはまだ現行民法ですのでね、改正民法おそらくですが2年半、3年後以降にね、一応施行されるという予定ですので、まだね、えー、とりあえず今の民法で勉強しようというふうに思っておいてください。 はいえー、一応、これ、条文ありませんで、えー、条文作れる予定もまだありませんというね、えー、そんな感じなんですが、これ、条文作っとけよというね、えー、感じがしますが、えー、現状ではないよというふうに思ってください。で、えー、これ、なんで条文ないのに認められるのかということなんですけれども、2番の丸のさですね、なんで認められるのか、丸のさこれに解説してくれておくといいかなとは思います。自力救済が禁止されている民法のもとで、仏の直接支配性を全うするためと。 これ多分すんなりと読んで理解できるかと言われるとちょっと分かんないというふうふに思うので自分がその立場だったらというふうふに思ってください。ある土地ありまして X さん所有です。自分が X なのつもりで考えてください。この X さんの持っている土地にある日行ったらですね y の建物が勝手に立ってたと。こんなことあるのっていうのは結構あるんですよ。ね、結構あるんですよね、えー。事案の中ではね、えー、時々。見かけていきます。はい。いわゆる不法占拠ですな、ね。<laughs> 不法占拠されたときに、x は何したいでしょうかね。取り壊していいんですか。あかんのですよね。取り壊すのできないんです。自力救済禁止ですから。 x さんは自分の意思だけで何かできるか自分の意思だけで取り壊せるかというと自分の意思の意みでで取り壊しこれはダメなんですじゃあ他に何もできないのと。 それも困りますね他に何もできませんだったらもうこれはもういわばやったもん勝ちというね <laughs> そういうことになりかねませんのでこれは何らかの方法がいるんですどうするか自分の意思のみで取り壊すはできないけれども判決を取って誰かにやってもらう。 そういうふういにししておく必要はあるでしょうね自分の手でやっちゃいけませんけれども判決取っった後後ににその後誰かにやってもらうとこういうふうにできないと物件の直接支配性どこ行ったのっていう話になっちゃうわけね。物件の直接支配性これをなんとか確保するために自分の意思のみで、ねえー、取り壊すことはできませんが自分の意思で裁判にかけて勝って誰かにやってもらうと。 そういうふうにすることで自分の意思だけでの支配というところがまあギリギリ保たれているとこういうふうなことだと思ってくださいね自分の意思だけでというとこをなんとかギリギリ保つために自分の意思で壊すというのはこれできないけれども判決を取って誰かにやってもらうということができるようにしておくことでギリギリ直接支配性を確保したとこういうねいい感じだと思っておくといいでしょうはいこれがまあ丸の三というね、えー、それの意味ですでこれが理論的な説明ですねでもう一個まあ抑えと言ってもいい理由が丸の二かなというふうに思います。 丸の2合わせて解説していくとちょっと入れておきましょうか「占有権にすら占有所権が認められているのだからましてや本権である物件には当然認められるはず」ということでちょっとまだ早いですが条文をくってみましょうかね占有所権ということで197条をちょっと引いてみてください。 197条。戦有の訴えというのがあります。で、えー、戦有の訴え197条ですが、ちょっと読んでみます。占有者は、次条から202条までの規定に従い、占有の訴え提起することができるなんていうふうに書いてありますが、この占有の訴えの典型例200条でして、200条ちょっと見ておきましょうか。占有回収の訴えです。占有者が、その占有、奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還、 を請求することができると書いてあります。まあ、損害賠償も書いてますからね。えー、ま占有してる人がね奪われたときには返還を求められる。この占有という言葉はまだね、えー、馴染んでないかもしれませんが、所持ぐらいのね意味に思っておくと結構ですね。今の段階でも所持ぐらいにね持っといてもらったらいいでしょう。はい。そういうことでまあこんな例を想像しています。 はい、X がある時計でもいいです所持してると思ってくださいある時計所持してるんです所持しておりますで、この X さんは実を言うとルパン三世みたいな感じだったと思ってください他の人から取ってきたというものだと思っていただくといいです自分の所有物じゃありません X さんはどこからか盗んできたもので所持しているとところがです このルパン先生から盗んだ別の人がいるというふうに思ってください。まあ、藤子さんが誰かか分かりませんけどもね、えー、とりあえずもうこの X さんの持ってる、ね、時計をですね Y が持っていっちゃったと。この時に。 x は y に返せと言えるんです。泥棒ですよ。泥棒ですら。戦友が奪われたら返せと言えるんです。泥棒じゃなくってちゃんと権利持ってる人ならなおさら言えなきゃいけないでしょ。いうのがこの丸の2のお話とそう思ってください。いいでしょうか？で泥棒さんですら。 ね、自分の持っているものを取られたら返せと言えるということですので、ね、これはもちろんもともとの所有権という本権ですよね、これを持っている人はもちろん、ね、請求できてしかるべきというね、えー、こういう意味だと思ってください。はいはい、専有訴権ですらですね、えー、いけるということで、これ、盗人にしておきましょうかね、盗人ですね、えー、盗人と書いておきます。ねえー、盗んだ人と X はぬすっとで,す、ね、X, っとで X の潜入が奪われたときには X は返せと言えるとだったら本権者もなおさらねというふうに思っておいてください、はい、でこの物件的請求権につきましてはできたらもう早めに3種類押さえちゃってください3番以下に入らずにもういきなりレジュメにちょっと入っちゃいますレジュメ6ページ入ってください はい、レジュメの6ページですね、えー、こちらの方で、えー、学習しておいてください。 はいえー、レジュメ6ページについて、ですね、えー、物件的請求権、ちょっと3種類あるというふうに思って,ってくださいね、でこれはもう、占有訴権との対応で、同じように3種類見つめ、えー、作ったというふうに思っていただくといいです。で、えーまあ、帰ったらね、えー、198条以下の占有訴権と比較しながら読んどくとね、えー、なおさらいいのかなというふうに思います。はいまず6ページ、えー、一番上、米印、累計要件と書いてあります、えー、まず一つ目、括弧の1、解説してくれと言ってください、物件的返還請求権。 で要件としては、丸の1です請求者が物件有する、で丸の2相手方が占有とはい返せという権利のことを返還請求権と言っていきますそのための要件は X 所有、Y 占有とこれが要件だと思っていただくと結構ですはい続いて、括弧の2番解説してくれときます。物物物件件件的妨妨害害排除請求権丸の1請求求権丸丸のの1者がが有する丸の2相手方が物件妨害と はい、えー、典型的にはですねねこれねあの不法占拠までは言ってないんだけども自分の持っている土地の上にゴミが捨てられたというものを思い出していただくといいと思います。ねえー、自分の持っている土地の上に、ね、ゴミが置いてあると、ねえー、そういう状態の時にこの妨害排除請求権というね、えー、これができると、まあ、不法投棄ですよね、えー、これがされたような時にこれを使うと、ねえー、そう思っていただくといいでしょう。はい3つ目括弧3解説してくれきます物物件件的妨害予防請請求求権で ① 請求者が物件有する で丸のに相手方が妨害の恐れのある事実を支配で3つ目がちょっとイメージしにくいと思うのでね、えー、全体構造編もちょっとお話したような感じがするかもしれませんがこんなのを想像しますはいええー、X さんがある、まあ、ちょっと高台に土地を持っていると思っておくといいでしょうかね高台の土地があると思ってくださいでそのお隣にですね Y が土地を持っております、はい、この状態のときに Y がトンネル掘り出したと思ってください。X さん、ちょっと心配になりませんかトンネル掘られたらですね陥没するかもしれません。危ないじゃないかということでやめろと言える。 これが妨害予防請求権と持っておくといいですね。危ないじゃないかと。やめろという請求ね、えー、これが妨害予防請求というふうに思っておいてください。はい、それ以外もありますね。えー、妨害予防請求になるものについてはね、えー、どっちかというと、これは手と手のところでね、えいくつか出てくるかなと思いますんでね。えー、そこのところで、また合わせてね、学習すればいいかと思います。はい。エックスさんとしては、これ心配なんです。 現状、まだ大丈夫です現状大丈夫なんですけれども、こっから先、危ないかもな、危ないかもなというのをどけてくれと、危ない原因をのけてくれ、これが妨害予防というふうに思っておくといいでしょう。はい、で事例問題ではね、えー、物件的請求だったら、このうちのどれなのかということをまずはちゃんと特定してね、でその要件を検討するというふうにするといいですね。まあ、大体は、えー、要件としてはもう非常にシンプルですよね。自分が所有してる 相手が占有ないしは妨害ないしは妨害しそうだというねそれだけが要件ですので要件非常にシンプルです。ねえー、物件的請求についてはま要件シンプルなんですが1つ目の要件のところを注意しておいてください。自分が所有しているという請求者が物件を有するこれに関して丸の1あごめんなさい、えー、ちょうど6ページの真ん中のところですね。丸丸のののの以下が書いいいてててありますすここも合わせて解説しくくれと,くといいですね丸1の請求者の物件 の取得原因としては「承継取得売買相続」などと「原始取得」「取得事項」や「即時取得」等がありうると。 で今の時点ででは不運ぐららいに持って,おいていた,だいたら結構です、ねえー、これ2週目に入ったらね痛いほど分かってくるかなというふうに思いますんでね、まあ、1週目の段階ではとりあえず所有権のの取得の方法は複数あるとといいいうことを頭に入れといてください、ねえー、自分が所有権手に入れるパターンとして買ったももちろん所有権取得の原因になるし相続でもらい受けたこれももちろんね承継原因にもなるしそれ以外にも時効で取ったんだというね、えー、そういうのもあったりするよということで所有権の取得の方法は複数あるというところをね頭に入れておく方がまあいいかなと。 というふうに思います。はい、そういうことでまあ一応物件的請求の三つのパターンね、これを見ていただきました。で、そのまあ一応物件的請求に関してのちょっとした注意事項をね、テキストに若干ちょっと戻って説明をしておきます。もうちょっとだけね、前半やっていきます。十九ページ戻ってください。はい、十七ページの後ろから十八ページにかけてはね、あまり気にしないようにしといてください。十七ページ一番下の三番法的性質気にしない、気にしないね。 から4番の種類のところはこれはレジュメに代用しましたんで、4番の種類と表ですね、その下の米印も合わせてもこれはレジュメに代用というふうに持っておいてください。で、19ページ、えー、一応ここの物件的請求権に関してのですね、ちょっとした注意点ですね、これが一応ね、書いてあります。で、一応まあ、請求権者、相手方とかね、請求内容とか、まあ、いろいろ書いてありますけどもね、えそれぞれ、まあ、ちょっと要件が抜けていますんでね、要件はレジュメ。 というふうにね、一応そこに19ページのところにね、書いておいてください。一応表のどっかにね、要件はレジュメというふうにね、書いておいてください。 はい、でもここには特にチェックは入れないという、ねえー、そういう形にしますけども、ねえー、注意点、択、ま、一、ああのー、の時にはです、ねえー、ここのまあ表の中も、ねえー、もしかしたら足で聞かれるかもなということで、まあ、一読しておくのは、ねえー、損はないかなという,ふうに思いますが今覚えるようなことじゃないぞという,ふうには言っておきます、ねえー、ここは今覚えるようなことじゃなくて、ね、とりあえず要件2つです、ねえー、これしっかりと押さえておくと5番のところはちょっと時間かかると思いますので一旦休憩入れということにしましょうかね、えー、一旦ん10分ほど休憩取ってください。